はい、こんにちは、こんばんは、コンコンです。今日もね、越境戦の方頑張っていきたいと思います。で、今回の対戦相手は66サバさんということで、かなりのね、先行サバさんになっております。ですのでね、かなり辛い戦いになるんじゃないかなということが見込まれている状況ですね。ただちょっと今回若干特殊な状況でして、今悠久の地が並行して行われてるんですよ。なんで、そちらの方とこちらの方でちょっとね、戦力が分断されている状況でございます。ですので今回はね、あんまり無理はせず、この戦いはできるだけ防衛をね、中心として被害を少なく済ませようという考えで臨んでいる状況ですね。ただ今回ちょっとね、新しい英雄のまどかちゃんをね、結構鍛え上げましたので、こいつをちょっとね、使ってみたいというのが個人的な、目的があります。ですので、無理はせず戦っていく中でまどかのね、強さを確かめていけたらなと思っております。でね、例のごとく防衛で動きが少ないので、またちょっとね、動きがあってから再開したいと思います。はい、ちょっと動きがありましたね。こちら側のね、防衛が薄いことを見てか、向こうの人がね、若干攻めてきた感じでございます。で、相手が、弱化施設とかにね、突ってきたんですけど、それをなんとか跳ね返している状況ですね。で、ちょっと一発ね、吉焼きかましてやりまして、結構ね、損害与えることができましたね。で、こっち、空でね、窓か入りの空で突って、で、相手が、海から入ったんですけど、海壊滅で、陸でなんとか抑えられたっていう状況なんで、かなりね、相手に負担をかけることができたって感じですね。で、やっぱりね、マドカ強いっすわ。こいつ、やべえな。でね、施設での防衛があるんですけど、これ相手、スタン英雄で、空ね、星53体ということで、しっかり鍛え上げてる、相手なんですけども、こちらマドカ入りの空軍で、82とか81使ってるとはいえ、30体ぐらいしか損害ないんですよね。それで相手壊滅させられてるんで、なかなかにやっぱ強いですね、窓が。これはかなりね、革命的な英雄ですね。なんで、こいつをうまく使って、相手にね、負担を与えていきたいというところですね。なんか下側からライン出てんな、これ。誰だ？これはでも、陽動っぽいですね。そんなに、こんな無茶なラインを飛ばしてくることないと思うんで、メインの人が。一応入れとく。81が消えるの怖い怖いマンなんで、これはどこの人だろうね。本当に一応80の人なんだ。当然の勝利ね。勝ちましたね。陸ね。でも弱化があるんで全然受かりますね。こうポイントがカツカツバトルなんですよね、今。これを勝っていけるか、なかなか不安ですね。幸いにして、私のね、吉焼きは結構効いてるんで、今のところ若干勝ってるんですけど、これをね、なんとか有利を保っていきたい状況ですね。私についてきなさい。当然の勝利ね。いや、今のキッチ焼きは美味しかったですね。こちら飛行機、50台ちょっとで、向こうもう壊滅用と今日なんで、これ美味しい凸でしたね。よしよし、稼げた稼げた。それなりに順位的には勝ってんじゃないですかね。なかなかいい感じに慣れてるんで、この優位を保っていきたいですね。私についてきなさい。勝てましたね。吉焼き美味しいです。で、先方的には向こう陸が結構いたのね。でも79だから、他の人にもうすでに焼かれて結構戦力削られちゃってる感じですね。いや、でもこれちょっと被害的には結構でかいですね。こっち向こう79の割には削られちゃったんで、やっぱり陸はきついですね。この人は海メインらしいんで、一発とつってみますか。ただバックに陸がいっぱいいるんでね、そこがなかなか辛いとこですけども、そこで弾き返されちゃうとね、結構痛いんで、
どうなることやらって感じですね。まあ、物は試し、何でもやってみるもんさ。さてさて、まあ、海や、に行けても多分後ろの陸で軽く帰されるでしょうね。はい。で、結果としては、海。そうね、海は全部行けて、81も、まあ修理つけたんですけど、やっぱ裏のね、陸、まあ、65体ぐらいで弾き返されちゃうんで、やっぱ裏の陸がなかなか焼けない感じですね。ただまあ、こっちが150体ぐらいに対して、向こうはもう普通にもっと行ってるんで、ポイント的には有利ですね。82とかも焼いてるんで。なんで、これはとつればとつるほど、まあ、美味しい感じですね。まあ、ちょっとね、ドクロが痛いですけどね。はい。まあ、ポイントは稼げたんでいいんじゃないでしょうかね。よし、ちょっと遊んでみますか。結構動きがないんでね。相手、焼き待ちの基地があるんで、こいつをね、ちょっと焼いていこうかなと思います。わざとらしく横付けして。私についてきなさい。私についてきなさい。これですね。これで、海焼いて、陸焼くっていう感じですね。はい。この二段構えだと、まあ大体焼けますね。うん。これで、まあ、空と海を壊滅させ、で、そこから相手のね、陸を焼いていくという。これは最強コンボですね。よしよし、おいしいおいしい。私についてきなさい。相手が走行を仕掛けてきましたね。これなんとかさばきたいですね。私についてきなさい。まあね、施設の防衛は結構負担が少ないのでしっかり守っていって、前線入れときますか。この城は結構頑張って守ってくれてるので、前線ちょっとメイン部隊を派兵して守っていきましょう。まあ、弱化の影響下であればね、相手の攻撃も全然痛くないと思うので、これ守っていきたいところ。で、相手は弱化の破壊はちょっともう諦めた感じですかね。最初結構突ってきたんですけど、無理そうだということで諦めてますね。で、これはちょっと前線をね、がっつり守っていって、それをなんとかさばいていきたいって感じですね。はい、という感じで。まあ、相手がね、すげえ今スクロールしたな。陸でも、まあまあまあ、そこまで負担はないですね。弱化、影響下であれば。ただやっぱね、有利取られるとさすがに辛いところはあるので、うまいこと相手の海をさばいていきたいところ。これはちょっとね、続々と派兵していきましょう。修理しながら。前線さえね、守りきれれば多分大丈夫なんで、で、情報は特に来てないですね。下方に来てるんで、下方をしっかり守っていきましょう。なんか相手の基地焼きするほどの余裕はもないですね、これ、さすがに。当然の勝利ね。うん。当然の勝利ね。ちょいちょい弱化も狙ってきてますね。相手の偽部隊、で、海砂漠、陸でちょっと行くけど、まあでも全然美味しいですね。これは負担もあんまないんで、この感じで、むしろ相手がポイントを与えてしまい不利になるぐらいのレベルがありますね。で、ちょっとラインが消えたので、相手諦め気味か、弱化しにとつってきてるので、これ守りに行きましょう。今ね、弱化結構破壊難しいんでね、ちゃんと守ってあげれば、しっかりと守りきることできると思いますね。で、やっぱ相手全ドクロになっちゃうんで、攻める側かなりきついんでね、ここは大丈夫なんじゃないかな。あ、これで軽い部隊ですね。軽い部隊で破壊だけ狙いに来た感じですね。まあ、これは軽く返していきましょう。はいはいはい。で、今、40分、残り20分ぐらいですね。そこでまあ勝負を仕掛けに来たって感じですね、相手は。ポイントでね、こっちは勝ってたんで、向こうは動かざるを得ない状況なんで、これはまあ当然のムーブですね。で、相手はもう下にかなり来てるので、もうね、帰れないんで、
基本的にはもう下だけ守ってりゃいいかなっていう感じですね。はいはいはい。弱冠2個あるんでね、こいつを両方とも守るのがなかなかしんどくはあるんですけども、ただ残り時間がちょっと短いんですよね。これが怖いところ。こっちの建造中の方を守りたいですね、これ。上は別に破壊されてもいいんで。で、残り20分なんで、これでも足りない。でもう一回立て直したいところですね。これはちょっとみんな守ってくれてるんです。ここは一応念のため入れておきましょう。これがタッチさえすれば安心なんで、ちょっとこれいっぱい来たんで抜きますか。真ん中守りましょう。結構固く守ってくれてるんで、そんなに問題ないかなっていう。うわ、この人や来て。いや、ちょっとね、無理しても良くないんで、我慢しておきましょう。で、上壊れて、真ん中と下2つですね。まあ、2つあるんで、結構守りやすい状況を、相手はなかなか辛い状況でしょう。で、早速、もう1個ね、立て直してくれたんで、まあ、この3つ守りきれれば、なかなか美味しい状況ですね。で、結構相手ね、ポイント与えてくれたので、かなり順位的にも、そうですね。こちら有利なんで、もう相手はね、かなり辛い状況ですね。さすがにここから緊張を落とすのは辛いと思うので、なかなかこれは美味しいですね。油断さえしなければなんとかなるんではないかという状況を。だからまあね、油断せず守っていきたいですね。これも、吉焼きを狙っていってもいいんじゃないかなって感じはありますね。これとか野犬じゃないかな。ちょっと兵がね、そう。足んない感じがあるんですよ。ちょっと無理せず守っていきましょう。あんまりね、撃破順位を狙っていってもしゃあないんで、ここはちょっと固く、まあ、勝ちを狙っていく立ち回りをしていきましょう。ね、造幣稼ぐことは切ってもいいんですけど、まあね、切るのはやっぱり結構厳しい状況になっているときに、まあ、造幣していきたいんで、まあ、今みたいな、多分これ頑張れば勝てると思うので、まあ、こういう時はね、無理せず。造幣とかをちょっとキープした感じにしていきたいですね。はいはい。で、敵は相変わらず結構狙ってきている。真ん中狙ってますね。これを守りきりたいが、皆さん大丈夫？まだまだ守ってますね。ただ、ラインめちゃくちゃ出してるんで、そこまでガチ部隊ばっかりだとは思わないんですよね。今、空き巣狙いをね、やってくれてたりするので、なかなか相手は動きづらいと思いますね。まあ、そんなにやばくはないよね。多分、後半はあれですね。最初の舞台で弾き返すことを前提として、あとは、なんか、1ラインの舞台とか慣れてる感じですね。なんで、全然弱いって感じです。なんで、落ちはしないという感じですね。はいはいはい。で、結構それぞれ守りつつ、上のね、やつもあと3分で完成するので、これが完成してしまえば、あとはこいつら守るだけでいけますね。なんで、それを狙っていきたいところ、情報は特に動きないですね、相変わらず。まあ、ほとんどね、人も来てなくて、もう主力は全部下に行ってるので、これはまあ下でしょう。いや、まあ残ってる方々でなんとかまあ処理はできるでしょう。ここはちょっと下をね、ガッツリ守っていきましょう。この人がめちゃくちゃ気になるな。200EE なんで、そこまで、なんか、頭狂った防衛力はしないとは思うんですけど、まあまあでもね、また負担がきつくなっちゃうんで、ここはガッツリ守っていきましょう。で、敵の動きがちょっと鈍くなってきましたね。まあ、やっぱりね、施設とかの攻撃でドクロついちゃうんで、一回ね、攻めあぐねるとなかなか苦しいんですよ。攻める側って。なんでそこをしっかりさばききれたので、これは相手は辛いでしょう。残り15分程度。まあまあまあ、問題なく守れそうな気はしますね。私についてきなさい。よし。途中で造園入れて、ちょっと、ね、守れてますね。全然海は余裕で返せるんで。まあ弱化の影響も受けてるんでね、相手海軍であればもう余裕ですね。もう何人来ようが弾き返す感じですね。はいはいはい。まあ空が来ても、こっちまあ強いんでね、返せるという感じで。いや、美味しいですね。これは、もうポイントを献上しに来てくれてるという感じで。やっぱ弱化2個並んじゃうと強いっすよね。ほら、なかなかね、返せないんで。いつの間にかちょっとね、追い返されている。さすがに陸軍厳しいという状況ですね。はいはいはい。まあ、結構あれっすね。弱化の影響下ですらやっぱきついんですね、陸は。お、まためちゃくちゃ殴ってきてますね。
これはどうかな、もう一回また陸が来て痛い思いをするか。まあでも他の方々がもうがっつり守ってくれてるんで、まあまあまあって感じかな。ちょっと待って。今見た感じ、結構部隊が減ってた気がする。ああ、なんか多分陸かなんかで通つられて一回これ、だいぶ修理ついちゃってますね。これはちょっと痛いので、まあ81をポコポコ出しておきましょう。雑に。ある程度数あるとね、雑に切れるんで楽ですよね。もうちょい出しておく。このも出しておきましょうか。ほい。でも3つだったんでね、これも相手相当しんどいと思いますよ。私についてきなさい。うんうん。で、先ほどの戦法が気になりますね。まあ、多分陸かな、また同じ人が陸突っ込んできた感じ。まあ、空を弾き返して、やっぱり陸で痛い思いをする。まあ、一応ちゃんとね、弾き返しはできてますね。多分シールの発動が悪かったんでしょう。ほいほい。でまあ、そこから先は、まあ、他の方々が頑張ってくれてるという状況ですね。はい。で、ここで、今上守ってるんで、ここ弾き返していきたいところ。弾き返す。でもう一回返して、真ん中、前線狙われてるんで前線入れていきますか。前線ちょっと支援、うん。ちょっと減りましたね。まあ、とりあえず雑にこんな感じで入れて。で、先ほどのこれ的には多分全然、やられてないですね。これで殴られるけど、まあ、海はね、全然余裕なんで。うん、ちょっとあれかな。そう、空がね、やっぱ陸とつられると若干痛い。さすがにちょっと痛いところで、もう一回修理して、入れ直しますか。うん、さすがにね、相手、ラスト、頑張ってますね。ただ、もうね、これ、当然、献上落とすのは無理だと思いますし、でポイントもね、かなり献上しちゃってるので、これは普通に有利だと思いますね、こちらが。はい、雑にもう一回入れて、で、多分ちょっとね、合成しないと足んないんじゃないかな。80が減ってきてるので、80合成して作っておきましょう。さすがにこのね、連突さばき始めると、なかなか減っていきますね、舞台も。たたたた、まあまあ、さばけるでしょう。陸混じり、早速陸混じり切っちゃう。辛いですね、陸。弱があって、ようやくね、弾き返せる感じなので、これはなかなかしんどいですけど。まあでも、向こうの方がしんどいですからね、どっちかというと。で、なんだ？今の古い戦法かな。ちょっと今ミスったかもね。どこ守るのがいいかな。いや、普通に前線守りますか、これ。うん、前線狙われてる感じあるので、前線守っていきましょう。海はさばけるんでね。相手の海をうまくさばいて、ポイントを稼いでいきたいところ。相手はなんか上の弱化施設と、まあ、前線2つ狙ってる感じですね。で、まあまあ、とりあえず私の方はね、前線守っていきましょう。でも弱化はみんな頑張ってくれてるんで。ほいほい、海。海は全然余裕。無傷ですね。相手79とかなんでね、まあさすがに余裕ですね。で、まあね、前線弱化。結構弱化の方を狙ってきてんね。まあ、弱化1個落ちてももう1個残るんでね。そんなには。はい、これも海無傷。81を無傷で返せるのは美味しいですよね。さすが空軍といったところ。やっぱ窓が入って火力も上がったんでね。弱化で上取れるとかなり美味しいですね。これまた以上部か。あ、結構ちゃんと返してますね。皆さんちゃんと入ってるので、意外と余裕な感じ。相手は苦しいでしょうね。弱化こんだけ突入れば、当然、ドクロも相当入るので。ちょっとこれ今狙われてるんで、やっぱ支援しましょう。私についてきなさい。で、こいつを弾き返していく。使い方施設防衛でさ、何も戦法でのやめてほしいよね。はいはい、これも80余裕で返していく。うん、簡単ですね。まあ、弱化2個あればこんな感じになっちゃうんでね。相手は辛い、辛い感じですね。情報がちょっと攻められてるって話ありますね。ちょっと情報見ていきますか。情報。あ、結構来てますね、これ。これちょっと上、しに行きましょう。
結構知らん間に上来てましたね。ここはちょっとね、あれがないので辛いかもというところ。まあ攻撃してきてますけど弾き返せる。やっぱあの火砲ほど、なんでしょう、強い人そんなにいないんで、まあ、そこまで辛くはない感じですかね。これはちょっと雑に海軍入れてきますか。これはまあちゃんとね、入れば返せるので、むしろなんか2英雄の人とか突ってきてるので、まあ、むしろ美味しいまである。ちょっとね、それはやられたので、加速、ちょっと待ってね、大丈夫か？そう、今思ったらね、そう、2ラインラスト82が、どころといえば可能性あるんで、めちゃくちゃ今ね、怖いことしてたけど、まあ、なんとかなりましたね。セーフ、セーフ。ちょっと飛行機足んない。まあ、81でいけばいいか。まあ、前線中心に戻ってきますか。前線やっぱ稼がれちゃうんでね、抜かれると。はいはい。これをなんとかさばいていき、なんかこれあれですね、狙ってきてる2英雄の人をどんどんきっちり狙っていく感じでもいいかもですね。全然余裕で焼けると思うので、きっちり焼き、むしろ全ドクロってのを利用して、海できっちり焼きすることによって、なんかあれですね、修理工場をいっぱいにしないっていう、まあ、そういう作戦もありますね。よしよし。当然の勝利ね。まあ、さばけてますね、ちゃんと。うん。やっぱ2英雄の人がどんどん突ってくるんでね、さすがに2英雄には1ミリも傷すらつかないですね。なんか、先方がすげえ勝手にスクロールするっていう、めちゃめちゃ怖い状況でしたけどね。ガンガン来てますけど、まあね、右も傷つきませんよという感じですね。で、弱化が1個壊れた、時間で壊れたのか破壊されたのか、今破壊されましたね。ちょっと厳しい状況か、弱化なし守りきれるか、一旦入れ直しましょう。うん、まあでも全然ついてなかったね。はい、当然これは狙ってくると思うので、これはちょっとしっかりね、守っていきましょう。すげえ量のラインが。はい。これでなんとかなんとか守っていきたいラインが多い。結構もしかしたら下方から加速して飛んでくる人もいるかもしれないですね。で、これはできれば負担が出ないようにちゃんとケアしていきたい。空が来るけども問題はありません。うん。さすがにちょっと辛いかな。ちょっと減ってきたので、これちょっと入れ直しましょう。入れ直して、まあ、そんなにドクロとかついてないと思うんで、うん、全然少ないですね。で、入れ直し、入れ直し。あ、じゃ、これは修理連打からの、あれでいいと思いますね。うん、なかなか相手はね、辛いと思うので、このね、まあ、限定好きな人は要注意ですね。ほい。あ、限定好きんだけど、2英雄なんだね。まあまあ、ちゃんとさばけていって、うん。一回なんか下がってるか、これ。まあ、とりあえずね、しっかり守れてる。まあ、幸いにしてやっぱね、情報はそんなに相手のエース格の人がいなかったので、そこはまあ、楽なところですね。ガシガシ殴られてますけど、まあ、さばけている。私の部隊は無傷っぽいっすね。いや、皆さん頑張ってます。一旦ごめん、抜くね。やばい、相手のエースっぽい人が来てんね、これ。ちょっと、あのね、そうそう、足んないんですよ。入れましょう。相手がっつり来てんね、これ。なんとか弾き返していきたいところ。ポイント重ねるのが一番怖いからね。ちょっともう一体ぐらいさばいたら一回戻しますか。戻して。修理。
で、もう一回入れる。あとはこの繰り返しですね。あとは制限時間まで頑張りましょうという感じですね。なんか80の兵がすげえ減ってる。あれか、ドクロついたまま、あれか、落ちてないから、こういう状況なんですね。で、もう一回やって、はい、勝ちました。最後忙しかったっすね。まあでもなんとかね、ちゃんと捌けたんでよかったなという状況でございます。はい。結局どうなったんだろう。最後の方全然余裕なくて、激変順位とか見れてないんですけど、かあ、なるほど。それと私は激変順位2位ということで、まあなかなかね、いい順位でしたね。まあやっぱ最後の方ね、結構ガッツリ守ってる中に、閉じまくってくれたんで、それはなかなか美味しかった感じですね。敵サーバーも結構頑張ってましたけど、やっぱりそこまで、まあ稼げなかったっていう感じですね。で、最終的な結果としては、向こうトップ10激アポイントが10位、こっちは 18.5 位ということで、まあかなりね、ポイント的には余裕の勝利という感じで、まあ良かったですね。やっぱ最後は相手ね、2英雄の人とかも頑張って突ってきてたので、まあそれでね、ポイントを献上しちゃったかなっていう感じですね。で、まあそれもね、やっぱ前半にポイント有利をちゃんと取って、まあ相手を焦らせることができたっていうのが大きかったかなと思います。で、相手ね、結構戦力的には恐ろしい人が何人かいたんですけども、まあそういう方々ね、ちゃんと闘争を取って攻めてこなかったのが、まあ唯一のお救いかなという感じです。もしあれがね、息を合わせて一気に来てたら結構捌くの大変だったと思うので、まあ格好撃破してね、対応できたのが良かったかなと思います。はい。まあ、今回ちょっとね、有給と並行ということでなかなかね、厳しいかなと思ったんですけど、まあ、もしかしたらね、向こうも同じ状況だったのかもしれないですね。まあ、そこまでなんか総力戦っていう感じじゃなかったんですけども、まあ、なんとかね、勝ちをもぎ取れたので良かったかなと思います。はい。まあ、今日はね、結構、まあ、防衛、全防衛でしたけど珍しく、まあ、結構ね、気持ちいい勝利だったんじゃないかなと思います。はい。じゃあね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあ、次回の一挙も頑張っていきたいと思います。そして、有給も頑張ります。じゃあ、またねー。